こんにちは、はじめしゃちょーです。皆さんが大好きなお菓子、これ知ってますか？タケノコの里、キノコの山。皆さんもちろんこれの存在知ってると思うんですけども、まあぶっちゃけどっち派ですか？僕は生まれてこの方ずっと実はタケノコの里派だったんですけど、大人になってよーく考えたら、あれ？これ、キノコの方が美味しいんじゃね？と思って、それからなんかまあどっちでもいいやみたいな、正直派閥がなくなって、平和軍になりました。まあ正直な話、タケノコの方が美味しいと思うんですよね、僕は。このクッキーが美味しいんですけど、もう僕が気になるのは何と言ってもこれよ。このなんか、このわかる、このよくわかんない周りの粉。手に取って食べると、粉の部分がめちゃくちゃうれえな。それに対してキノコは、もうほら、ちゃんと持ち手がしっかりあるから、手が汚れないんですよね。なんかパソコン触ってることが多くなってきたんで、手が汚れるとちょっと作業に支障が出るから、なんか、キノコの山の方が好きになってきたのかなっていう気はするんですけど、正直何が言いたいかというと、結構似てるんじゃねっていう気はしてまして、パッケージもめっちゃ似てるじゃないですか。そこそこのバカだったら多分これ気づかないっすよ。というわけで今日の企画は、タケノコの里の中身をキノコの山に変えてもバレない説。またその逆もしっかり。どうです？パッと見もうパッケージはほぼ一緒。いや、全然違うけど似てるんですよね。正直この中身が入れ替わってても、これ全然もう、全然違和感がないわけですよ。今の状況だとキノコの山を開けると、タケノコの里が出てきても、ほらなんかそんなに不自然じゃないっすよね。タケノコの里を開けて、キノコの山出てきて食べても、ん？ああ、まあそんな気づかないよっていう。いや、気づくわ。多分よっぽど意識してないと気づかないと思うんですよ。今回家にもターゲットがいるんですけども、まあ、こっそりこのタケノコの里をパッと渡して、ありがとうってこうビリビリってやって、パリってやって食べて、その食べたものがタケノコの里の中身なのにキノコでも、気づかないと思います。はい、ではやっていきましょう。裏から中身だけを出していきます。ここで壊すと元も子もねえからな。慎重に行かせてもらうぜ。まあ後で直すんで。オッケー、出た。オッケー。俺何ちゅうしょうもないことやってんだ。あとは糊でバレないようにしっかり固めていきます。これでしばらくくっつけます。一見しょうもない企画に見えると思うんですけども、かなり高度な脳内戦を繰り広げられる企画になっております。タケノコの里なんだってもう目にして目視的な意味でわかるじゃないですか。ただ開いた瞬間、タケノコの里という要素がこの画面にはないわけですよ。目の目視的な範囲ではね。開けた瞬間しっかりタケノコの里っていう意識が残っているんだったら答えられるかもしれないんですけども、開けた瞬間そのチョコレートだお菓子だっていう認識、タケノコの里だっていう認識がチョコレートとかお菓子の認識に変わった瞬間、今から食べようとしているこれが何なのかっていう固有名詞というものの記憶が薄れちゃって、まあ、お腹空いてるとますます食べたいという欲求だけになって、そのもののこういうメスとかが忘れちゃうんで、開けた瞬間の情報量の少なさと食べたいっていうその食欲、意欲、本能的な部分に対して、どれだけタケノコの里とかキノコの山っていう区別的な意識を持てるかどうかが今回のポイントになっております。可能性としては本人がとじつもないタケノコの里信者かキノコの里信者だったらすぐ違いが分かると思うんですけども、そこまでこの2つにこだわりがなかったら間違えると思うんですよ。誰でも意外と多分いけると思うので、早速仕掛けていこうと思います。では行こう。こっちでやんの？こっちでできるはず。ちょっと一瞬トイレ行っていい？いダメ。ここトイレだっけ？あれ、うん、おっ、だブームだった最近の。うん、そこ、まずそこで終わるよ。ずっとブームだよ。実際病状悪すよ。日本全国的に流行ってんだけど。あ、そうだ、あれがアギルンゴ。僕ルンゴ？まあ、ある意味もおかもしれない。おやんけ。ほんと、ありがとう。え、何？撮ってる今？まだ撮ってない。何やんの？まあ、間違ったね。大丈夫？俺をって言ってて大丈夫？全然大丈夫。まだあれ、よく食べる。焼きそばたまに。もうちょっと手伝ってもらうかもしれない。え？え？これね、え？ねえ。え？もう出なかった。
よく気づいたんだそこにあったの。こんな近くにあったの。